皆さん、こんにちは。機械系男子のケンチです。今回は、社会人1年目の、僕のですね、資質ものに対する資質のランキングベストテーマをね、発表したいと思います。これはですね、この前のですね、貯金100万円達成できましたっていう動画を開けたんですけども、その動画の中にね、今回の内容を盛り込みたかったんですけども、いかんせんね、ちょっと、ね、尺が長くなってしまったので、 貯金100万円の動画は100万円達成できたわけに絞ったんですけどもだからその実際いくらね支出があったかっていうのは全然公開してなかったんですよだから前回の動画でもね100万円達成するにあたってそんな貧乏生活はしませんでしたよって言ったんですけども支出はね公開してないんで多分ね怪しいんだ方もいると思いますなので今回の動画でね実際いくらね物に対してお金をつぎ込んできたかってのを公開したいなと思います で、ベスト10にしたんですけども、まあ、その上から順番に10個選んでいったわけじゃなくてもともとはです、ね、物に対して払った金額の,その1万円以上のものを公開しようと思ったんですよそしたらね、ちょうど10個になったので今回そのベスト10という形で紹介させていい、ただきます。はい、それではですね、そのベスト10を下から順番にランキング形式で公開していきたいと思います まずですね、第10位。これはね、第9位とね、同列なんですけども、まず最初が、1万3000円のポータブル SSD です。こちらですね、1TB のやつです。で、これね、何のために買ったかっていうと、僕、現在 YouTube の活動をしているので、動画をね、パソコンに保存してるんですけども、パソコンの容量がね、上限に達してしまったので、その、まあ別で外付けの SSD を買って、そちらに、一応ね、記録のためにちょっと保存しているものですね、 をこちらの SSD に入れています。なのでこの SSD は YouTube 活動をしてなかったらまあいらない資質ですね。こちらが1万三千円でした。で第9位その同列でですね何にお金を払ったかっていうとこれねまあ物じゃないっちゃ物じゃないんですけどもサブスクです。サブスク何のサブスクかっていうとマッチングアプリのサブスク。これは6ヶ月契約で一万三千円でした。 でね、えー、これね、ちょっとね、注意喚起というか、機械系の学生さんに言っておきたいのが、えー、僕の会社のね、えー、実情を話します。えー、本当に、会社にね、会社に出てね、自分が所属している設計職とか開発職に、女性はね、ほとんどいないです。本当にいない。<laughs> これ、本当に皆さん気をつけてください。機械系の学生さんは、えー、まあいなくはない。若手は別にいないわけじゃないんですけども、割合はないです。9対1って呼び分かるんですけども、全然そんなじゃないです。9.9対0.1ぐらいです。本当に、基本的に全員男子。たまにはポツポツなんか女性がいるとか。なので、出会いがあるなんてもんじゃないですよ。全くない。会社にね、出会いを求めちゃいけないって感じだと思います。 だから、ま、機械系の学生さんは、ま、女性との出会いがないと思って、え、就職してください。はい、それではですね、第8位ですね。これもね、3つ同列があります。なので、6位から8位ですね。え、それを紹介したいと思います。先にね、額を公開すると、え、約1万5千円です。1万5千円のもので、え、順々に公開していくと、まずね、え、夏用の水着ですね。なんか最近のね、おしゃれな水着って、普通に水着1枚だけじゃなくて、なんかインナーも買うんですよ。 インナーとかスパッツか。スパッツを買うんですね。そこはセットになってて、なんかスパッツのね、あの帯のところ、腰の部分の帯のところをなんか見せるような設計になってるんですよね。だからスパッツのブランドと水着のブランドを合わせないと逆になんかかっこ悪くなっちゃうよって言われて、セットで買わなきゃいけないんですよ。セットで買うと1万5千円するんですよね。これめちゃめちゃ高い。こんなするのって思って。 ま、水着ね、別になんか安いものでも良かったんですけども、せっかくだったらちょっとね、かっこいいものを買いたいなって思ったので、流行に流されて1万5千円を払ってしまいました。はい。次ですね、次に行きたいと思います。次に1万5千円払ったものは、空気清浄機ですね。これがね、まあ、1万5千円とか1万六千円ぐらいしたと思うんですけども、これね、実は僕ね、去年、コロナにかかってしまって、で、コロナにかかって あとも結構ねなんか喉がイガイガが止まんなかったりとかそういうねなんか体調が悪いところが続いたんですよだからちょっとねなんか部屋の空気環境も悪いなって思ったので空気清浄機買ったんですけどもやっぱりね健康を損なうとね一番お金が消えていくなって思いました病院代もあるし薬代も払わなきゃいけないしその体にいいものを食べたいから、えー、栄養のあるものを食べるためにお金を払ったりとかするのでやっぱり健康ってね健康でいることってのは一番の節約だなってその時に感じましたはい で次ですね、その同列の1万5000円払ったものがベッドマットですあのー、スプリング入りのマットレスの上に引く薄いマットですね、マットレスを買いました、まあ、これはね、まあ、現在僕が寮に住んでるんですけども、まあ、寮にね、ベッドは備え付けでありますただね、全然もうスプリングも全然働いてないだからね、寝るとね、腰が落ちるんですよで腰が落ちた状態で寝るとね、腰がどん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 痛くなっていく。 ので、絶対この薄いマットは必要なんですね。なので、まあこちらのマットはね、やっぱ睡眠の質をね、改善するためにも、えー、必要なものでした。はい。次にですね、まあ今現在ですね、半分を紹介しました。ここからね、第5位に移ります。で、額のね、レートがちょっと上がりまして、第5位に払った額は、2万五千円です。2万五千円で何を買ったかっていうと、えー、冷蔵庫です。はい。で、えー、冷蔵庫で2万五千円って多分ね、全然あると思うんですけども、えー、実際僕の買った冷蔵庫は、もともと4万円のものでした。 じゃあなんでそれが2万5000円で買えたかっていうと友達がねもともと4万円で買ったんですけども今ね僕が今働いてるその工場勤務になると思って4万円で買ったんですよそしたらその友達は実はなんか本社勤務になったので本社になれば自分の実家があるので実家から通えるってことで、まあ、冷蔵庫はいらなくなったとなので冷蔵庫を誰か欲しい人いるって聞いて僕が欲しいって言ったので4万円のところちょっと値段交渉して2万5000円で譲ってもらいました 値段交渉っていうかね、お互いにね、なんか、僕はなるべく高く買いたい。で、相手はなるべく、まあ、友達なんでね、安く売ってあげたいっていうことで、えー、間を取ろうってことになりました。間を取ろうってなって、僕が3万円って言ったんです。で、相手が2万円って言って、間の2万5千円になりました。これがね、ちょっといい話なんですよね。まあ、そんなことはどうでもよくって。はい。では、第4位いきたいと思います。ここからね、さらにね、レートが上がります。第4位の、払った額が、3万2千円です。 これ何に買ったかっていうと、ドライヤーです。ドライヤーを買いました。まあこれね、えー、まあいろいろってね、なんか長い話もあるんですけども、まあ、詰まるところですね、一言で言っちゃうと、まあ、男磨きをしようってなりました。今までね、そのあんまりね、男磨きにね、興味なかったんですよ。 ちょっと、ね、その読書によってその内面的なものを磨いてきた上で、やっぱ今度その自分を売りに出すってなった時きに、まあ、外見も必要だろうってことなんで、もうファッションとか髪とかね、えー、美容とか、そこら辺もちょっと興味出始めて、えー、手始めに、まあ、髪の毛からやろうかなってことで、まあ、髪の毛で、ね、あと美容、まあ、洗顔はね、同時並行でやってるんですけども、男磨きをするためにドライヤーにちょっといいものを買って3万2000円のこのパナソニック製のものを買いました、はい。これでね、髪質が改善されたかっていうとね、改善された気がする。同時にね、シャンプーも買えたんですよね。シャンプーをね、一番安いもの買ったんですけども、やっぱりその髪質を改善するためには、シャンプーをね、いいものを選ぼうって。 思ったので、シャンプーも変えたんですよ。同時に変えちゃったんで、どっちの効果によってね、その髪がね、サラサラになったか分かんないんですけども、一応ね、髪質はね、もうかなり格段に改善されました。ただね、まだね、ワックスをね、つける技術がないんで、まあ、今ね、頑張ってつけてるんですけども、まあ、全然セットがね、うまくいかない。まあ、これはね、ちょっと時間をかけて頑張っていこうかなって思います。はい。えー、そしたらね、第3位がですね、えー、こちらがね、まあ、さっきのドライヤーと結構ね、値段は近いんですけども、えー、3万3000円で、スノボウェアを買いました。はい、えー。スノボってね、僕ね、実は今年初めてやったんですよ。 今までやったことなくて、えー、今年の1月に、その会社の同期に誘われて、えー、実はやったことないんだよねって、言って、じゃあ、やろうよって、ことになって連れてってもらったんですよ。で、連れてってもらったらもうハマっちゃって、1回目、2回目、まあ、2回目かな ?2 回目終わった後に、えー、ちょっとこれはもうハマっちゃったから、もうそのェア買っちゃおうって思っちゃって、えー、すぐ買いに行きました。これがね、3万3000円しました。そう。 だからね、えー、まあ今年ですね。今年とか、まあ、来シーズンか。来シーズンはおそらくね、スノボのね、板を買ってると思います。板がね、なんていうかね、10万円とかするんだっけな。うん、なんかね、痛い出費ではあるんですけども、やっぱスノボをね、もっと楽しむためには自分の板買いたいなって思って、多分次の、まあ今年の冬ですね。今年の冬は、えー、板を買ってると思います。はい、えー、それではね、もう第2位に行きたいと思います。もう第2位に行くとさらにレートが上がって、えー、こちらね、4万円しました。 で、これ4万円何に払ったかっていうと、えー、ドラレコです。まあ、コーチも含めて4万円なんですけども、これがね、高い。高いけどね、まあ、今のご時世ね、やっぱ怖いから、つけなきゃいけないなって感じですね。ま、これは高いけど、付けた方が安心だからつけてるって感じですね。はい。まあ、これね、しょうがないんですよね。まあ、しょうがない出費だと思います。 で、そしてね、もう次に行きます。次の第1位、流行る第1位ですね。まあ今の話でね、分かったと思うんですけども、え、第1位は圧倒的に、え、車です。車が、これ、こちらね、え、60万円しました。現金か括で買ったんですけども。で、この60万円っていうのは、もうもちろん、え、車本体代と、え、費を込めて、え、込み込みで60万円ぴったりにしてもらいました。でね、じゃこの60万円って、まあ本体代が40万円なんで、そんな高くないんですけども、じゃあどんな、どんな車を買ったかっていうと、え、僕が買ったのは、 ま、今で言うとね、10年片落ち、10年片落ちの、えー、ノートを買いました。日産ノートですね。こちら買いました。まあ、今ね、地方に住んでるんですけども、まあ、地方はね、やっぱり車がないと生活できないってのがあって、まあ、生活のためと、あとは地通勤に、今現在車を使ってます。なのでね、これはね、車はね、買わないときつかったなって感じですね。車買わないって言っても、まあ、なくはないんですよ。一応ね、 会社から寮までのバスは出てて、そのバスにね、毎朝の乗っていくでもよかったんですけども、まあ、やっぱりね、時間にすごい縛られると。で、やっぱ車を持たなきゃ、うん、ちょっとね、ちょっとね、生活しづらいなって感じだったので、こちらもね、買っちゃったわけですね。はい。なのでね、この1位から10位までのものをね、全部計上すると、実はね、ものに対して僕は、えー、去年度で,ですね、80万円、えー、大体ですね、支出してたわけなんですね。 じゃあなんでそんな80万円もの支出が、その社会人1年目でできたかっていうとね、これね、またね、ちょっとね、いろいろと話があって、まあ実はもともとね、僕の、その社会人になる前の講座段高が、まあ30万円ぐらいあったんですね。それはね、学生時代のバイトで貯めたんですけども。なので30万円がもともとあったと。プラスね、その臨時収入もありました。これね、臨時収入が何かっていうと、なんか住民税非課税世帯に10万円給付しますよっていう、そういう案内が来たんですよ。コロナ給付金。 ま、住民税非課税世帯に払われる給付金ですけども、この10万円と、あともう一回ね、その物価高騰を受けての、なんか給付金が、これ5万円あったんですよ。また別の時期に5万円の案内が来て、申請したら5万円もらえますよっていう案内が来たんで、そちらも申請して、計ね、その15万円臨時収入で得たんですよ。だから、元々30万円の貯金と、15万円の臨時収入があって、45万円は、ま、それで賄うことができた。 なので、まあね、80万円の支出だったんですけども、まあ、実質は、えー、35万円の、まあ去年度で35万円払った。<で>ここからちょっと結論に行きたいと思うんですけども、えー、結論を言っちゃうとね、まあ、今ね、80万円の支出があったって言ったんですけども、80万円のうちに60万円を車が占めてるんですよ。だからね、これね、しかもドラレコも含めて64万円か。だから、えー、車はね、もう本当にね、高いって思いました。 車の維持費もね、今現在かかってるんですよ。ガソリン代もかかりますし、オイル交換もね、半年に1回とかやんなきゃいけないので、オイル交換代もかかる。で、プラスね、2年に1回のね、車のイベントがあって、車検っていうのがあるんですよ。車検でね、10万円消えてくんですよ。そういうイベントもあって、車ってね、本当に高いと思います。だから、から地方に配属されて、車を持たなきゃいけない需要級になったのでないのであれば、絶対車を買わない方がいいと思います。 そうすればね、80万円あった支出のうち、60万円はね、抑えることができるので、まあ、貯金100万円達成できましたって言ったのが、貯金160万円達成できましたってなってた可能性があるんですよ。だからそういうことを考えると、やっぱ車って本当に高いんだなって思いました。なので、地方に就職するのであなければ、車は極力買わない方がいいと思います。はい。ではですね、今回は僕の社会人1年目の支出ランキングをちょっと公開させていただきました。何かしら参考になればなと思います。 それでは今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。